ドンファン海軍第一艦隊所属のリンアンと申します。かつては水上規模艦、そして今は輸送艦としてご奉公させていただいております。他には、そうだ、イーシェンちゃんはここにいるかしら。今のあの子は昔と大きく変わっているでしょうね。あなたは指揮官様ですね。ご光明はかねがね伺っています。私はドンファン所属のリンアン、今後ともごひいきに。あ、後ろに積み上げているものですか。つまらない挨拶のお土産かしら。お帰りなさいませ、指揮官様。気持ちが落ち着いているうちに大事な決断を先になさってくださいね。母校の売店は明石が独占していて、たまに悪どい商売もされているようですね。もし私にも機会が、今はそういう決まりがあるから難しいですか。シュン。家計の感情はきめ細かく、儲けは全力で。母校では全部欲しいという子が多いのですか。それはまあ、ちょっとわがままな子が多いのですね。執務室の設備を買い替える予定はあります。よかったらリンアンに任せてもらってもいいですか。一番お安くご用意しますよ。指揮官様、今日のニュースはもうご覧になりました。最新の情勢を追うことで戦機と勝機をうまくつかめるようになるのです。衣装ですか。確かにスースーしてはいますね。もう、このままではリンアン、指揮官様に助言しなくなりますよ。指揮官様、新しい任務がありますよ。これもいわく原始的な資本の蓄積なのかしら。任務報酬が届きましたよ。さて、いかにして商いに生かしましょうか。指揮官様へのお手紙がありますよ。些細なことでも人知れぬ商いのヒントがあるかもしれませんね。出撃お疲れ様です。いない間に以前おっしゃっていた不足品を少し物色していて、明細はこちらです。委託が完了しました。報酬の物資以外にも何かがあるようですね。これはおいくらするものかしら。指揮官様のごひいき、無駄にはしませんよ。支援は任せて安心して戦ってくださいね。この航路はこれでよしと。新しい販路の開拓もできたりして、これは大損ですね。
一か八かです。危うきに近づくことも考えないと。日が経てば人の心も知れましょう。指揮官様、どんなに上手に取り繕っていても、いつかはきっとバレてしまいますよ。わあ、指揮官様のお部屋には世界中のいろんなものが。全部母校の仲間たちから送られたのですか？指揮官様ったらみんなに好かれているのですね。仲間の皆さんにドンファンの収集品に興味がある子はいたりしますか？指揮官様さえよければぜひリンアンをご紹介いただきたく。先日助けていただいたことへのお返しです。あ、遠慮なさらないでください。別にその何かを企んでいるのではなく、指揮官様にお礼がしたいだけです。すべて普段の執務でお使いいただける小物ですから、どうぞ遠慮なくお受け取りください。何もかも落ち着いたら、骨董品や書画を扱うお店を開きたいです。リンヤンの目利きと指揮官様の人脈があれば、不自由なく生活できることでしょう。指揮官様、いかがでしょうか？人の愛憎は損得勘定できず、まして見返りを期待する投資なのではありません。こうしてくださったのはきっと熟考あってのこと。はい、わかりました。指揮官様の気持ちを慎んでお受けいたします。リンアンに一生をかけてお返事させてくださいね。指揮官様、具合はいかがでしょうか？問題なければ一緒に今日のお仕事を始めましょう。古風な装飾は指揮官様の風雅を引き立て、今風な小物は指揮官様のこだわりを引き立てることでしょう。うまく組み合わせればここを訪れる仲間たちに好印象を与えられますよ。あら、この記事は指揮官の秘書官選びにおける好みについて。仲間の誰かが書いたのでしょうか？興味深いです。指揮官様、今はその時期にかなっていないような。あ、以前お渡ししました明細のことはまだ覚えていますか？実はいくつか新しい工夫を思いついて。実行する前に今一度見直しましょう。こうすればうまくこねられますね。あら、指揮官様？見ての通り、バオズを作っているところですよ。
指揮官様は手伝いに来てくださったのですか？こねるのも体力が必要ですね。いつの間にかこんなに汗が。売店で売っている皮を使わず粉をこねてから作るのはなぜでしょう。そういうこだわりもあるのでしょうか。バウズを蒸すのはミンハイちゃんとピンハイちゃんですよ。リンヤンも少しは勉強したことがありますけど、火加減と蒸し時間がなかなか難しくて。ハイテンちゃんが唐辛子の具のバオズを作ろうと言っていましたけど、ファージャちゃんがもしそれを食べたら、なかなか名乗しがたい絵面になりそうな気がしますね。そういえば、アカシの売店にドンファン風の装飾が入荷したと聞きましたよ。偽物を買わされるのが心配でしたら、リンアンもご一緒しますよ。指揮官様はこれも作れるのですか？すごい、いろいろご存知なのですね。うち子が体に。お帰りなさいませ。リンアンを手伝ってくださったことへのお礼です。どうぞお受け取りください。借りができちゃったままだと、そのちょっと申し訳なくて。人の愛憎は損得勘定できず、まして見返りを期待する投資なのではありません。こうしてくださったのはきっと熟考あってのこと。はい、わかりました。指揮官様の気持ちを慎んでお受けいたします。リンアンに一生をかけてお返しさせてくださいね。